こんにちは、 SSLC のようこです。本日は皆さんにこちらの SSLC バンクーバーキャンパスをご案内します。ぜひお越しください。こちらバンクーバーキャンパスの3階のフロアになっています。こちらでは ESL のクラスがありまして、現在バンクーバーキャンパスでは200名程度の学生さんが英語を勉強されています。現在はもう3時になりますので、これから皆さん帰宅という風な形になるのですが、少しだけクラスルームの方を見てみてください。ちょうどクラスが終わったところなので、学生さんが今からクラスルームから出てきている形となります。でこれから皆さん放課後のアクティビティであったりですとか、エクストラクラス、または SSLC ではワークショップも提供していますので、ワーキングホリデーの学生さんはワークショップでレジュメの準備などをやりながら、しっかりと SSLC バンクーバー校で勉強していただくことが可能です。こちらバンクーバーキャンパスのオフィスになります。お越しください。皆さん、アクティビティコーディネーターのパティです。 Hi there, how are you today? Welcome to SSLC! イエーイ。このような形で SSLC では放課後にアクティビティがあり、コーディネーターと一緒にさまざまな経験をすることが可能です。夏になるとたくさんの楽しいアクティビティがありますので、ぜひぜひ参加していただければと思います。こちらの方にはスチューデントアドバイザーのオフィスがあります。各国のアドバイザーがいますので、何か心配なことや困ったことがあったら、皆さんだと日本語でいろいろとご相談していただくことも可能です。ですので安心して留学をしていただくことができるかと思います。 SSLC では皆さんの英語力アップ、またスキルアップ、キャリアアップを目指せるような、そういった留学を提供するよう、しっかりと学校のスタッフがサポートさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんにカナダにお越しいただければと思います。